ブルーランプが消えます。スタートまでは3秒前。虹予選 B 第8レーススタート、赤ランプがついてしまいました。不適正発送です。4号車中山光る報道系の番号とは4番が点滅。8レーススタートしました。今度は決まった。内側からは3番の高宗、さらには5番の内山がいいスタートを切っていますが、外をブロックしながら3番の高宗が起点を制しました。先頭は新井日和、新井はしっかりスタートを残すところ二村飛龍、最後尾から追い込んでくるも現在5番との位置、今最終コーナーをクリア。先頭は永井大輔、開催2日目巻き返しになりました。第6レーススタートしました。さあ10メートルからどの選手が飛び出すのか。インコースから川口、さらには松崎陽介、ほぼ内側勢枠なりという感じ。4番前田も続いています。5番の佐久間が中段から、さあ2番の川口のインコースをついて3番松崎は入りきれません。先頭新井日和はハンデ最上のリードを作りまして1周4コーナーを立ち上がりました。逃げる新井日和、追い上げる1番手は川口、3番手ここで満了です。新井日和が逃げる。SG 初1着に向かっている新井日和が先頭だ。2番手は川口、そして3番手が4番前田潤です。後方体系でありますが完全に岩崎と香川遅れを取りました。残りは2周回、1番の新井日和追いつかれていますが、ここから辛抱できるのがやや膨らんだ新井日和。内側から川口が並ぶ、捕まえるのか。3コーナーで入った川口が先頭に立っています。粘る新井日和、さばいたーと1番の新井日和がバランスを崩してしまいました。残り1周ブルーフラッグを通過、走路の点検を行っています。粘る新井氷、さばいたと1番の新井氷が スタートまで3秒前。三次予選 A12 レーススタート、赤ランプがついてしまいました。誰なのか。ただいまの発送は7番車のフライングのため再発送いたします。3秒前、三次予選 A 第12レーススタートしました。インコースから高宗、そしてセンターでは5番の鈴木の数、ややウギリした中村京介より前に青山周平が行きました。一気のかまし、おお、5番の鈴木の数の前まで上がりました。内を締めている、一気に外から中村京介迫ることができるかどうか。最終コーナー2番手鈴木の数、中村3番手、まもなくチェッカーブラック、青山完勝、2番手鈴木の数。3秒前、第3レース一般戦スタート、赤ランプがついてしまいました。フライングです。不適正発送となります。4番が点滅です。ただいまの発送は4番車の3秒前、第3レース一般戦スタートしました。今度は決まりました。3番の伊藤翔司は遅れを取りました。石本慶也が叩いていきました。2番の栗原スタート残しています。先頭は片野理沙、そして10メートルから先手を取りました栗原、2番手の位置。3番手に速攻で上がりました石本。アウトコースには6番の掛川の姿があります。中段5番手には伊藤翔司、まくって長井、そして中村、最高方位です。2番手4番石本慶也、あまりこの栗原のインベッタリは免疫がないかもしれません。3番手は6番の掛川勝人、外は8番の永井大輔、着々と順位を押し上げてきています。まくり攻めから活路を開いてくるか。残りは2周回、さあ終盤で前の4人が一段になっています。石本を外から永井が攻めていきます。6番の掛川が2番手に上がりました。石本3番手、永井は4番手。依然として先頭は2番の栗原勝則、2番手は6番の掛川、外から永井、間には4番の石本の姿があります。さあ残り1周回で、ここで6番の掛川が捉えた。外から8番の永井、永井が栗原に並びかけて、ここで2番手に上がった。先頭は6番の掛川勝と、2番手には永井、3番手に栗原、最終コーナーに向かっています。先頭は6番の掛川勝と、8番の永井、最後は並んだ、最後は鳴る、トップ争い、わずかに掛川。3秒前、準々決勝 A12 レーススタート、赤ランプがついてしまいました。
わーっと2台ただいまの発走は1番車および3番車のフライングのため再発走いたします。スタートまで3秒前準々決勝 A 第12レーススタートしました。今度は決まった。センターから4番松本が好スタートを切りました。トップスタートは松本、内側で前田潤、さらには5番の小林瑞希が乗る展開。8番の青山周平も好ポジションにつけ、スタートまで3秒前1つ目の準決勝第9レース、スタート。赤ランプがついてしまいました。かなり早い段階で赤ランプがつきました。9レースの準決勝、なんと5番の中村恭介。ただいまの発走は5番車のフライングのため再発走いたします。中村恭介のフライングによって再発走。1つ目準決勝第9レーススタートしました。今度は決まった。6番の佐藤真也が2回目の発走では一気に好スタート。佐藤孝也がおっとどうした、チェンジが抜けてしまいました。大波乱の準決勝戦、棋戦を制したのは6番の佐藤真也であります。そして4番の荒井啓太が続いています。インコースから春本、まくってくるのは5番の中村恭介、その後ろに2番の砂見が位置しています。佐藤孝也は最後尾、これは致命的なスタートをくれた。先頭は6番の佐藤真也、主導権は佐藤真也でありますが、桁違いのスピードで5番の中村恭介が襲いかかっています。3番ター4番の荒井啓太、その後ろ2番の砂見和之が続いております。あっという間に先頭まで突き抜けていく5番の中村恭介、無念の胸中に蓋をしながら先頭に上がりました。中村恭介が勇敢にも先頭に立っています。2番ター6番の佐藤真也、さあ3番手争いが優勝戦への運命の分かれ道。さあここで佐藤真也のインコースから4番の荒井啓太突っ込んでくるか、外から砂見和之、残りは5周回、まだまだ桜長い道のりであります。5番の中村恭介を追いまして、2番ター6番の佐藤真也がキープしています。外から砂見、外から砂見、現在は優勝戦圏内に踏みとどまる状況だ。4番手荒井啓太、この後2の足3の足使えるかどうか。早川聖太郎も今中断だ。残りは4周回です。5番の中村恭介が引っ張っています。2番ター6番の佐藤真也、3番手から2番の砂見和之、9年ぶりの SG 優出がかかっています。さあ3コーナーから4コーナー、外からアプローチしていくのは砂見和之、6番の佐藤真也が踏ん張っています。残りは3周回、先頭は中村恭介、2番手が6番の佐藤真也であります。さあ佐藤真也も2着での優出よりは当然1着での優勝戦進出の方が明日の優勝戦オープン戦になった場合にアドバンテージが巡ってきます。残りは2周回終盤戦、中村恭介が先頭だ。2番手佐藤真也、そして3番手が2番の砂見和之、体勢に大きな変化は見られません。4番手の荒井啓太、残り1周半、優勝戦圏内にもう一度近づこうと懸命に走っています。さあ渾身の追い上げ、残り1周ブルーラック、最後にドラマが待っているのか。2番手佐藤真也、3番手砂見、この両者が現在のところは優勝戦圏内。4番手から荒井啓太、一発根性を見せるか。最後のコーナーに向かっている2番手佐藤真也、外から渾身のまくり砂見和之、荒井啓太は4番手のまま、先頭中村、2番手佐藤真也か。